はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、手裏剣戦隊ニンニンジャーがですね、はい、2016年2月7日本日をもって終了いたしましたね。はい、はい、面白かったね、最後ね、はい、最初手裏剣戦隊ニンニンジャーの役者さんたちなんかもうすごい演技下手くそだなと思ったけど、ね、もう全然最後は面白かったね、うん、熱かったね、うん、熱いぜーってなってたね。、うん、はい、それで、多分なんですけど来週から始まるね、動物戦隊ジュオージャーは多分うちは見ません。はい、うん、もうエシン君もスーパー戦隊はもう卒業ですね、そろそろ。はい、うん、なんで今回が最後のスーパー戦隊、うん、ということなので、はい、前回の特急ジャー、はい、そして今回のニンニンジャー、はい、で対決しようかなと、はい、ラストバトル、スーパー戦隊ラストバトルをしようかなと思ってますね。そうだね、はい、うん、じゃあ早速やってみましょうか。はい、武器がないから借りるぞ。はい、だが俺にはこれがある。あ、おらららららら、よっしゃ、落としたな。でも俺にはこれがある。うん、武器を拾った。ブーリー武器拾った。ブーリー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 。よし、ハイパー列車だ。よし、勝った。最後の最後で石に勝ったぞ。おっ、生きていたのか。はい、ということで今回はスーパー戦隊最後なので対決をしてみましたね。はい、はい、多分最後だと思う。はい、多分一応動物戦隊ジュオージャーを第一話見るんでしょ。うん、それで面白かったら見続けて。そうだね、うん、見続けるみたい。まだ分かんないね。そうだね、一応やらないっていう方針でいます、うちはね。だからおもちゃも多分買わないと思う。今回のさ、ジュオージャーのロボなんかかっこ悪いんだもん。なんかブロックなんだよね。キューブ、キューブ、そうそう、キューブだから。ゲット君も久しぶりに出してみました。はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひフォローもお願いします。はい、はい、久しぶりにこの大回転機能出してみたけどでかいね。うん、ニンニンジャーのどの武器よりも大きかったの。あと、こういうのもプレ版で買いましたね。はい、デラックスキューブのこれ。Aちゃん、でかくなるよっていう動画もやったね、前ね。うん、はい、はい、ということで、スーパーサイズまたやるかわかんないですけど、はい、まあ、またやったら、まあ、マイチャンネルまたやりやがったなって思ってください。はい、はい、ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。